ます、御殿町耳チャンネルの時間が来ました、はい。先週ちょっとお休みをさせてもらったんですけど、うん、まあ、2日の日だったんでね、はい、で今日があの2015年最初の放送となります、はい。今日もまた2人なんですけど、はいはい。VTR の中であのゲストの方、うん、登場の予定でおります。それにしても正月は寒かったですよね。そうですね。言いながら新見雪がすごい降ったんですけど、2人とも県南の方にいたので実際その新見の、まあね、2日の日はちょっとねこの放送もお休みだったんで、僕たち新見いなかったんですが、正月明けて新見にやってくるともう真っ白でね、はい、雪がまだ残ってましたが、相変わらず毎日寒いです、うん、はい、うん、ちょっと音が、それでまずあの最初の話題なんですが、去年ですよね、12月の20日の土曜日に、学び広場のショーホールの方で映画があったんですよね、はい、新しき民という映画、あのこのチャンネルでもあのご紹介をしてまいりましたが、それにあの2人見に行ってきまして、うん、と言いながらちょっとお店があるので一緒には行ってないんですけど、うん、午前の上映会と午後の上映会分かれてちょっと見に行かせていただきました。であと夕方ですね、上映会終わりで、山崎監督のインタビューをちょっと私の方が行って撮ってきてますので、まずそのインタビューを見てもらうんですが、ちょっと最初に映画のねおさらいしておきたいと思います。新しいという映画で、これはあのマニワの、映画ですね、マニワ市の映画、茨城にあのお住まいの、山崎十一郎監督が、まあ、前回光の音というね、シネマニワで映画を撮られてましたが、今回は長編の2作目、彼はこれをあの短編入れると4作目となるんですが、この映画を今昨年から今年にかけて岡山県内で今巡回上映をされております。その映画の話題です。すみません。それではまずどうしようかな、最初に VTR 見てもらいましょうかね。はい、はい。ちょっとインタビュー、映画終わりでちょっとインタビューをしてきてますので、まずちょっとそちらの監督インタビューの方からご覧ください。新見の上映会終わりで山崎監督と桑原プロデューサーにちょっと来ていただきました。そこだけお話聞かせてください。はい、ちょっとねテレビ出たりとか、はいはい、インターネットは特に、はい、出演は嫌いだと言われたので無理にちょっとお願いして話を聞かせてもらうんですけど、今日で僕2回目見させてもらいました。ありがとうございます、はい、やっぱりね2回見たら、うん、なんとなくね分かってきました。分かってきたというか、1回目見ただけではちょっと山崎さんが伝えたいことでこんなことかなってぼやっとしてたんですけど、2回目見るとね最後の辺でね、うん、あ山崎さんこういうことを考えてほしいかなというのが、うん、なんとなく僕にも伝わってきました、うん、はい、でありがとうございますその2回も3回も見ないとわからない映画ってさ何なのかっていうのもあるんですが、1回でもね、分かるはずです。わかりますよ、わ、はい、かりますけど、より深く分かったというか、はい、だからなんかね、すごい考えさせられる映画だなというのは、本当思います、うんうん、だから毎回なんか終わってから、お客さんと質疑応答されてるじゃないですか、はい、でそこでまあいろんな話が出るんですけど、うん、結構深い話にもなってますよね、やっぱりそれは、なんでなんでしょう、映画が難しいからと思わないんですけど、やっぱりメッセージ性ですかね。うんうん、やっぱこういう形でね、その僕たちが映画と一緒についてくるっていう機会はまずそんなにあるものじゃないと思いますよね。でそうなった場合やっぱしこうぶつかってくる人はぶつかってくるし、それに対して、できるだけその、答えたいと思って僕も会話をしているので、やっぱそういうことをやっているとその予定調和的なこと
ではなくて、そのトーク、アフタートークもなんかそのライブというか、そういうことになる機会がやっぱ今回多いかなっていうのはね、はい、思います。なんかね、監督の舞台挨拶いたら普通だったらなんか形式的な多いけど、もう山崎さんの場合は出てきたらもうワークショップみたいな感じでね、うんうん、いやいや、それはもう年配の方からこう叱咤激励というか、うんうん、怒られたりもするんですよ、それは。でもまあ、怒られるだけじゃなくて感謝してくれる人ももちろんいるし、うんうん、いろんな方がおられて、まあ、映画をきっかけにそういう人たちと出会えるっていうのは、まあ、一つこれを続けている理由なので、いいんじゃないでしょうか。はい、なんか新しい痛みという時代劇なんですけど、うん、三十一期はね、まあ、僕もちょっといろいろネットだけですけど調べさせてもらってどういうもんかなというのは、まあ、見て頭入れてから見たんですけど、なんかね、その時代劇じゃないですか。それでまた31期の時代の、まあ、若い人を描いてるんだけど、新しき民というそのタイトル通り、なんかね、終わってからなんかメッセージ性といったのは、なんか本当今からの若い人にも考えてもらいたいというような、何をというか、なんかもう考えないといけないよと、世の中の中でやっぱり人の、絆とか関わりとか、うん、まあ、いろんな枠にはめられてみんな生きにくい矛盾抱えてしんどいんだろうけど、うん、もう一回ちょっと人との関わりとか、うん、もう一回地域で生きるとどういうことかっていうのを、僕あの前のね、光の音の時も最後のラストの時に、うん、なんかそういう山崎さんが言いたいんだろうなという、なんかね、うん、そういう、うん、まあ、言葉に出して言ってしまったらそれは見てない人もいるし、うん、またあの監督の趣旨と違うんだろうけど、うん、なんかそういうなんかメッセージを受け取ったような気がしてて、うん、で今回もね、うん、見終わった後で、うん、あ、なるほど、新しき民、うん、これを新しき民というタイトル考えようというね、うん、気になったんですよ、特に2回目終わった後でだからね、本当はまんまと、うん、引っかかりましただからやっぱり2回3回見て、難しい映画じゃないんだけど、本当は、ああ、山崎さんが言いたいことってこういうことなのかなというのが、まあ、自分で考えられるようになった2回目だったなと思って、うん、今日本当良かったなと思ってるんです、うん、本当のところ正直、はい、ありがとうございます。桑原さんもあのこのためにね、3年前も1回お会いしてたけど、はい、このために東京からトマト農家に就職して、はい、トマト農家には就職して、手伝ってるんです、手伝ってないです、はい、運搬とか、ね、運搬とか、はい、でも、もうようやくね、3年越しでできましたけど、うん、そうでしたね、3年間振り返って、間に合いました、やっぱあっという間ですよね、うん、本当にあっという間の時間でした。うん、振り返ればね、振り返ればもうあっという間でしたね、まあ、よくできて今こうして上映できているのが、うん、まあ、監督も言ってるんですけど、本当奇跡のような、うん、まあ、ことだと思うんで、この上映をまあ大切に毎回以上毎回以上やっていきたいなと思います。なんか優等生的なコメントです。いやいやいや、素晴らしいこれに、これに支えられてますからで僕ね、最後のね、やっぱりスタッフロールのところで感動しましたね。あのハリウッド映画並みのね、あのロールのね、ダーッと上がってくるじゃないですか、その出演者だけじゃなくて協力者とか、なんかこれぞ本当あの地域の映画というね、地域の映画というか、まあ、まあ映画は映画なんで、それは地域の映画とかそういうことじゃないのかもしれないですけど、やっぱその一人一人その十分何かを返せてるわけでは全くないんですが、いろんな手を借り、ね、もう返せないことだらけなんですが、ああいう形で、しかできないっていう、ことでもあるんでね、あれはなんかね、いろいろ見るたびに複雑な心境はありますけどね。複雑、うん、まあ、いろんな思いがするんですね、うん、そうですね、うん、ご飯作ってくれた人から衣装の人から、うん、ものすごい数の、ね、うん、名前が、あの全ての人、僕も全ての人知ってるわけじゃないぐらい、その知らないです、本当に知らない人も名前、あ、そういう形で
こう関わっていて、まあ、それは複雑ですよね、うんやっぱし、うん、まあ、複雑というのはあの全員に、うん、あのお返しできてないかなというのが複雑なんです、ね、うんまあ、それもありますし、そういうことに支えられて、うん、この映画はできたっていうことであって、そのあくまでその僕の映画ではもちろんなくて、みんなで作った映画のために、みんなが集まったっていうことだと思うので、うん、それとあの光の音の時はあの、うん、マニュアロケでしたけど、あの僕は僕の映画だと思ってますよ。でもあのあ、はい、もちろんその僕だけの映画じゃなくて、そのみんなが僕の映画だと思ってくれるような、映画作りっていうことをまあ考えながら意識して作ってきたところがあるので、そういう言い方を今しました、うん、監督、自分は監督で自分の映画なんだけど、うんうん、あの参加した一人一人が自分の映画だと思ってくれるような、まあ、映画作りを監督としてはしてきたということですね、うん、それとあのさっきちょっときっかけなんですけど、あの光の音の時は全編マニワロケ で、うん、で今回はなんか岡山県内、うん、いろんなところで、ね、撮影されてて本当さぞかし大変だったと思うんですけど、でも岡山県内で全部撮影されて、うん、まあ、その辺については今回どういう思いがまた前回と違って何か思いありますか？岡山で完結できた。そうですね、まあ、当初その時代劇なんで、まあ京都であったりとか、それと撮影所を使うっていうアイデアもあったんですけど、まあ、やっぱりその岡山の中で、場所を探したりとかしながら、まあ、建物を建てたりとか、間違った形で工夫して、まあ、映画作りができたっていうのは、まあ、最初に思い描いてたその、まあ、この場所で映画を作るっていうことの達成できた一つなんじゃないかなと思うんで、まあ、またその京都に行けば行ったで違うやり方はあったんでしょうけど、まあ、今回はこういった岡山で撮影できたっていうのが、まあ、幸運だったと思います。なんかね、幸運、まあ、幸運だったんでしょうけど、できたらね次回作もなんかそんな形でまたあのなんとか山崎さんのチームで作り出してもらいたいなという、僕期待してしまうんですけど、岡山でこんだけのことができたんだ、また次があるんじゃないのかなと思って、一ファンとしてはね、うん、ちょっと期待をしてしまうんですけど、なんかその辺次回のな計画とかいうのは、まあ、今まだあの巡回上映中だから、うん、あの簡単に言えないでしょうけど、うん、なんかあるんでしょうか、こそっとちょっと教えてもらって。ちょっとダメですね。ダメですでもこれで終わりだから、本当に次はなんかまあ、やるとしても、あのしっかし聞き直しができれば、はい、いいかなと思いますけどね。仕切り直して次を期待してもいいでしょうか、うん、いや何をっていいんじゃなくて、うんうん、なんか頑張ってほしいなという、ありがとうございます、まあ、はい、それ待っててもらえるっていうのもありがたいことなんですかね、うん、いや本当ね、また見てみたいんですね、うん、次をね、うん、まあ、あの3年でも5年でも待つんで、また、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、たっぷり見ていただきましたけど、はい、どうでした？そうですね、映画終わって、うん、あの桑原プロデューサーと山崎監督とにちょっと話聞かせていたんですけど、あのお客さんとねライブでああいう終わってからほら会話されてるじゃないですか、うーん、まあ、あれはもうそのライブなんで、その、聞かれたことに答えてその場でまあ完結するからいいんだけど、ちょっとねテレビとか、まあ、あんまり出たがらない方だし、でちょっとネットだったらその拡散してしまうので、それが芯が伝わらなかったら困るということで、ちょっとねあの抵抗されたんですけど、そこをなんとかお願いしてですね、あのもう話を聞きました。でもう本当にノー編集でも撮りっぱなしの分を聞いたまんまをちょっと流したんですけど、まああのまあ内容のことについてはねそう聞いてないんですけど、まあ、今回のその映画作りにおいての、まあ、監督としての、まあ、思いだったりとか、まあ、その辺が聞きたかったので、ちょっとお話を、まあ、聞かせてもらいました。でやっぱりね真面目な方なんで、あのやっぱり言葉を大切に、また人を大切にあの映画を作っていかれる方なんで、脚本もね自分で書かれますから、うん、そういう意味ではあの、まあ、
真意がちょっと伝わらないような、まああのまあ、インターネットの場合はちょっとどうなのかなというのが山崎監督としてはちょっと不安だったのかなと思うんですけど、まあ、その中でもねあのよくいろいろと答えてくださったんでよかったなと思うんですけども、はい、でまず映画を見た、まあ、僕の映画を見た感想ちょっとあの具体的なまあ内容はねまだ見てないらっしゃらない方がいるしもうぜひともちょっとこれの映画見ていただきたいんで、内容にはそう触れないんですけど、あの、まあ、前のこの放送でも言ってるようにあの31期というねあの、新見藩の隣の津山藩で、起きたあの一揆を、まあ、モチーフにそこの中で、まあ、生きた若い人たちをですね描いてる、まあ、ドラマなんですけども、うん、あのなんかね僕あの中で話をしてたなんかメッセージ性というのは時代劇なんだけどあの生きにくいあの一揆の時代を生き抜いた人その中で最後にやっぱり主人公があのもよしもう一度あの生きてみるかというようなねあの思いになる、うん、そこで新しき民というなんか一つ人から向けたというかね生まれ変わったような思いでまた次の人生を踏み出していくっていうのが最後ちょっと印象的だったんですけどいろんなことを乗り越えながらねだからそれがまあ今の現代の人にも、まあ、今の時代いろいろあるじゃないですか辛いこともそういう今の若い人たちも見てもらいたいなと思ったんで、まあ、ぜひともねあの、まあ、僕がそのこの映画見てほしいというふうに思うのはそこのあの僕として感じたメッセージ性がゆえにですね、今の方たちにもどんどん見てもらいたいなと思ってるんですけどで坂本さんも一緒に見に行ったんですが、はいはい、感想はそうですねなんかあのモヤモヤとするんです、うん、これはこういうことなのかな、うん、と自分の中で考えながら見てるんですけどなんかこう多分何か半分気づいててでもそれがこう形になってはっきりわからないっていうようなこうなんかちょっとこうもやもやとしたような部分が出てくるんですその自分の中でいくつも出てきてで多分その先ほど監督が言われてましたけどまあその、まあ、考えてもらうきっかけと言いますかっていうことはそこなのかなっていう気がします、うん、その映画を自分で見て自分なりにその考えてその答えを探ると言いますかその映画見終わった後に監督が出てこられて一応あの、まあ、質疑応答という時間を取ってくださってで皆さんこういろんなまあ、疑問に思ったことをそのモヤモヤと多分思われたことを監督にあのぶつけるんですけどあのあそれに対してはこうですよっていう答えをこう監督の思ってるその答えを提示するのではなくて一緒に考えましょうっていうスタイルを取られるんですねでみんながあれはどうしてこうなるのとかここはどうなってるのとか聞かれるんですけどまずはこう一緒に考えましょうって言ってあのいろんなまあ可能性をこう広げてくださるような感じでだから結局その答えは言われないですけどそれはその多分いろんなメッセージを受け取って自分なりに考えてほしいっていうまあ思いがあるのかなというのがそれは見終わった後でもうずっとなんか残りますね、うん、だからふとした時にあれこれはこういうことだったんかなとか後で思ったりとかするような、うん、それがその監督の思ってるとこともしかしたらちょっとずれてるかもしれないんですけどその自分なりのこう答えを自分の中から出していくそのきっかけになる、うん、なんかこう映画だったなという、うん感想です。だから山崎監督もなんかその強いメッセージをそのぶつけるとかこれによってそのメッセージを与えるとかいう思いじゃなくて
これでもう一回その自分たちの生き方とか、もう一回自分のことを振り返ってもらいたいという、そういう自分で考えてほしいという、そういうところだと思うんですよね。だからはっきり言われないし、いろんな見方もあるし、まあ一つ自分の思いはあるけど、見た方のそれなりの思い考えもあるだろうから、まあどうぞそれを教えてくださいというようなね、やり取りされてたんで、だからそこがこの映画のポイントなのかなと思うんですよ。その答えの分かってるというか、はっきりしている映画とか、まあ、展開とか、そのドラマとか小説とか、そういうのに慣れてしまってたら、こう自分が受け取るばっかりになってしまうのを、 そこにちょっと切り込んでいく形の、なんかちょっとこう、なんていうのか、そういう文学的な映画なんよね。だから今時の映画っていうのは、みんなエンターテインメントで娯楽性を求めて映画館行くじゃないですか。ある意味その実写アニメのようなね、分かりやすいメッセージというよりも、そのなんだ、映像を見たら筋が分かるみたいな、それに慣れちゃってるじゃないですか。ただこの映画は違うんですよね。そういう意味ではまあ純文学とまではいかないけど、いわゆる小説、ちゃんとした本格小説のような、だからアニメだったら、アニメとかそういった小説、分かりやすいエンターテインメントの小説だったら、もう読んだらもうそのまま、ああ これは何が言いたいんだとかパッと入ってくるんだけど、そうじゃなくって考えないといけない小説あるじゃないですか。作者は何が言いたいんだろうとかね。だからそういった系統の映画なんで、ちょっと普段の映画見てる人からしたら難しいと感じるんだろうなと思うけど、ただかつての昔のフランス映画とか、そういった映画が好きな人からすると、本格的な、そういう意味では本格的な映画だから、ハマると思うんですね。だからまあ僕も2回見たけど、本当に2回3回見てる人がいるっていうのはね、そういったタイプの映画なんだなと、なんだろうなと思うんですよ。だからそういう意味で、エンターテインメントな、普通映画館でやってるような映画を、面白い映画を期待して行かれると、なんかよくわからんなっていうことになると思うんですけど、そうじゃなくて、この、ね、チャンネルでこの番組を見られて、そういうちょっと文学的な映画なんだと思って、どうぞ見てください。そうするとですね、非常に面白いというか、奥深い映画だと思うので、だから終わってからのやり取りも結構予定調和じゃなくて、本当に真剣にね、ぶつかって怒られることもやってるんだと言われて、もうその通りのね、終わってからの展開がね、あるんで、まあ本当娯楽の映画で、初日の舞台挨拶なんかで監督が出てやってるのは、本当もうなんかな、通り一辺倒のやり取りだけど、山崎さんが出てきてやり取りするのは怖いもんね、本当に。結構内部でやってたもんね、2回とも、僕はなんか、ね、2回ともか、終わりはちょっと見たけど、本当ね、すごいなと思いました。それで、この映画はですね、昨年の10月の31日に、上映会が始まって、本来2月22日まで岡山県内をぐるぐる回るということだったんですが、なんとですね、2月の14日に大佐で追加上映が決まりました。で、まだ新見のこの近辺で見てない方は、2月の14日の、何日だったかな、日曜日、土曜日、2月の14日の上映に行って、土曜日ですね。土曜日のちょっと時間が早いんです。9時からなんですが、大佐総合センターの多目的ホール、新見市大佐の大阪部ですが、そこでですね、上映会が1回だけあります。9時からだいたい2時間ぐらいの映画でしたよね、ちょっと長いんですけど、でその後先ほども話出ましたが、対談イベントがあるということなので、ぜひですね、大佐に見に行かれて、2月14日なんですが、まあ、山崎さんとですね、ちょっと
思いをぶつけ合ってもらったら、うん、なかなかね本当そういう意味ではこの映画上映会楽しいんですよね。そうですね、終わってからもまたねそういう深く考える時間があるので、うんうんうん、はい、非常にいいと思います、うん、ということで今日はたっぷり時間から使っちゃいましたけど、はい、はい、映画の話題でお届けいたしました、はい、山崎監督本当にありがとうございました。ありがとうございました。であとはちょっとサリオからのお知らせになりますが、ですね、内蔵ギャラリーで昨日からですね、うん、手作りは小物展、2月の2日まで、はい、開催しております。この文字すごいですよね、ディスプレイがね、はい、はい、これプロじゃないんですよね、ディスプレイもお友達がされたということで、そうそう、で今回手作りは小物展は2人の作家さんです、この手前側に見えているのが天然石のブレスレット、ね、で反対側がこれガマグチだったりとかスマホケースだったりとか、和の和装の小物ですね、うんうん、を、作られた方、この2種類ですね、今回展示をされてます、はい、でまずこの和風のガマグチの方からご紹介します。あ、これじゃない、こちらしますと、着物のリメイクや和服を使った小物作りを楽しんでいるこの作家さんはヒロさんといいます、はい、新見在住の女性の方なんですが、今回は新春にふさわしい和心あふれるガム口を作っていただきました。カバンの中に入れておくと可愛さにほっこりしますねというコメントがついております。それからですね、もう一つが天然ブレスレット、こちらの方なんですが、作家はサナさんと言います、天然石は輸入品です、一つとして同じ石はありません。それぞれ表情を楽しみながら気分や洋服に合わせて お選びくださいということで、男女兼用でつけられるブレスレットになってます、うん、ちょうどね2月まであるのでバレンタインのプレゼントにもぜひどうぞということで、はい、していただいております。これがね本当綺麗 でね、そうですね、内蔵にあって華やかになって、はい、新春らしい、はい、展示ができました。本当にヒロさん、サナさんありがとうございます、はい、それからですね、来週はねいよいよこのスタジオにゲストが、はい、やっとこさ何週間ぶりで、はい、しばらくぶりです、いただくんですが、はい、昨年の10月だったかな、これだ、ここだ、この後ろだった、新見の市街の方に行かれてて新見に帰ってこられた、フォトグラファーカメラマンの方なんですけど、高瀬さんという方が、西方の緑町マンションの1階にフォトループという、写真のスタジオをね、出されたんですが、その高瀬さんにですね、来週は来ていただいて、まあ、フォトループさんの、まあ、スタジオのこんなスタジオだよということとか、高瀬さんが、まあ、今までカメラマンとしてね、活動されてきた、まあ、こんな写真撮られる方だよということで高瀬さんのご紹介なんかを、はいはい、このスタジオでさせていただこうと考えておりますので、はい、まあ、来週はやっとこさ3人が参加できるという、はいはい、ことになっております、はいはい、なんとかね、新年明けましたけど2015年もね、頑張ってこのチャンネルの方も続けていこうと思ってますし、うん、まあ、内蔵ギャラリーの方もいい展示がね、さっき紹介しましたが、なんと嬉しいことにもう3月まで、2月3月までもう大体目処がついたというか、はい、やっていただく方が固まってきておりますので、ますますね、こちらの方も頑張っていきたいと思ってますので、また一つよろしく、今年も皆さんよろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、じゃあ時間が来ましたのでこの辺で失礼いたします。じゃあ来週、はい、御殿町新見にはどこか懐かしいふるさとに帰ったようなぬくもりと時間が流れています。新名物醤油だれの和そばの焼きそば、お抹茶とぜんざいの茶寮御殿町新見。